こんばんは。茂木耕作海空研究所。今日はですね、夜会にしております。日曜日、皆様いかがお過ごしだったでしょうか。まずね、久しぶりだと思うんですけども、これも愛さんが1月に入ってきて以来5ヶ月ぶりなんですが、阿部由紀香さんというですね、フィットネスインストラクターさんが昨日新しく研究所のメンバーになってくださいました。本当に何て言うんだろう、今日だったんだって思って すごくね、メッセージ事前にくださってですね、よろしくお願いしますってご挨拶くださったんですよ。いや、ぜひありがとうございます。こちらこそ、ぜひ仲間になってくださいって言ってやり取りして。で、まあ、すぐね、自己紹介も、分厚めに ゆうかさんの自己紹介、ほんとなんか読み応えありますよね。分厚めの自己紹介をしてくださいまして。まあ、早速ね、もう、なんていうか、まあ、橋野が学校の練習会とか講習会とか、まあそこでお会いした方もいらっしゃると思うんで、まあでもオンラインスクール生ではないので、まあなんていうか、ちょっと今までの雰囲気とも違うかもしれないですけど、まあでもね、橋の学校つながりということで、みんな馴染みもあるとは思うんですけど、本当にね、これからもよろしくお願いします。ゆきかさんね、実は、僕が、海空研究所のオンラインサロン、ちょっとチャレンジしてみようかな、と思った昨年の9月のことなんですけど、まあこれね、山本健太さんの、まあいろいろね、そのオンラインスクールの取り組み、いろいろ試行錯誤をしているときに、DMM オンラインサロンっていうプラットフォームを、その決済サービスの代行部分ですよね。まあ、そこの機能をちゃんと使うっていうのはどうなのかなと。で、まあ、オンラインスクールの方はもうすでに200人超えちゃってるから、いきなりお引っ越しって言ったら、まあ、相当なことなんですよね。だけど、まあ、一方ではメリットもあるし、デメリットだけじゃなくて、その移行する意味はあるわけですよね。で、まあ、でもその、急にはなかなか決断するって難しいだろうなという話になっていて、まあそういう文脈だったんですよ。で、それでじゃあ僕がとりあえずその実験的にね、まあ僕自身としてもオンラインサロンを個人で建てるってやったことないし、その、まあある種のチャレンジじゃないですか。まあ、かといってそんなに振りかぶってたわけじゃないんですけど、まあでも、そのせっかく作るからには、その、ちゃんとサロンとしてなんか、ね、せっかく月額会費いただいてお付き合いいただくわけですし、なんだろうな、参加してくれた人の、何かしらね、こう、生活の豊かさに 貢献できること何かなと。まあ、じゃあ、モテ策が何できんだろうなっていう、まあ、いろいろ、それなりに考えて、じゃあ、その、裏の意味としては、その、橋の学校の放課後自習室みたいな感じでは確かにあったんですけど、それをそのままやって、もう良かったっちゃ良かったんだけど、まあでも、多分それだと、なんだろうな、チャレンジ感がないかなっていうか まあそういうのもあって、じゃあ、まあ、やっぱりまっすぐね、もう手作が気象学者だから、それに沿った趣旨で、立ち上げるっていうチャレンジも、あ、こんばんは、来ていただいてありがとうございます。それに沿った趣旨で、モテ作が研究者だからっていうのに、こう、ちょっとまっすぐ沿ったサロンっていうのを、そういう内容にしてみようかなと。で、その立ち上げた当初は、そんなにこう、はっきりビジョンが見えてたわけじゃないんだけど、まあ、でもね、立ち上げた、もう即日から、ユージンさんと砂塚さんと周平さんと、
で、清水さんも割と即日入ってくださったんですよね、確かね。で、まあだから、4、5人いるか。ならなんか、こう、ちょっとやってけ、その、仲間で考えながらやってけそうかな、という感じで、こう、立ち上げたんですけど、まあ、そこにね、ゆきかさんが、実はもう立ち上げすぐ翌日ぐらいに、まあ、僕もね、そのオンラインサロン立ち上げてこれからチャレンジするんだよっていうことを、まあ、発信したら、ゆきかさんがもうすぐメッセージくださって、実は。まずはね、そのサロンを立ち上げるっていうこと自体に対して、おめでとうございますって、こうちゃんとこう丁寧に 言ってくださって、で、僕、ゆきかさんと一回しかお会いしないんですよ。だけどそんなご丁寧にご挨拶してくださって、で、なんかそのサロンの趣旨とかもさ、そんなちゃんと書いてあるわけじゃないのに、でもこういうことをされるんですねと、ですごく興味ありますと、そこまでちゃんと、なんていうの、要するに少なくとも案内文ちゃんと読んでくださったってことですよね。で、それで、でもまあゆうかさん、こう、すごくアクティブな方で、いろんなことをこう勉強されていて、いろんなこう、アクティビティにこう、コミットされているので、まあ、それ、こう、いろいろ、今、その、取り組んでるものたくさんあるので、まあ、今はね、そっちにコミットしてるんですけど、少なくとも、その、モテ作のオンラインサロンにも、実は本当に、まあ、なんていうか、単純にこうちょっと遠くから応援しますじゃなくて、普通にちゃんと興味がありますっていう、しっかりめのメッセージをくださってですね、あ、こういう人いらっしゃるんだなと思って、もう、なんていうか、まあもちろん嬉しかったのも嬉しかったんですけど、なんていうのかな、それわざわざさ、メッセージしなくたってさ、まあ自分のね、こう、空いたタイミングで興味があって、今かなっていう時期に、こう、しれっと入ってきたって、全然それ問題ないんです。それでいいんですよ。だけど、わざわざもう、まず立ち上げたその翌日に、こういう趣旨なんですよね。すごくいいですねっていうことを、丁寧にメッセージしてくださって、で、その上で、今自分はこういう状態っていうこともシェアしてくださった上で、なんていうか、なんていうの、まあ、時期はね、はっきりおっしゃってなかったと思うんですけど、落ち着いたところで、きっと参加すると思うっていうことをおっしゃってくださったんですよ。で、まあ、そういう言い方だと、まあ、なんていうか、なんていうのかな、落ち着いたところで、また参加しますっていうのって、その文面だけ読むとね、なんていうか、そういうこと、そういう文面をメッセージでやり取りした中の9割方ぐらいは、まあなんていうか、そうは言ったものの、結局立ち消えになったりもよくする言葉だと思うんです。別に全然悪気とかなくて、まあなんだかんだ言って、こう、結局最終的にはそこまで響いてなかったとか、そういうこともあるんだと思うんですよ。まあ、他のことで興味関心が深くて、そっちにコミットどんどんしていって、時間を使うって決めていったら、まあ、言ったことが約束でもないからさ。でもね、なんかその時に、ゆっかさんの言葉って、僕はそういうふうには受け取れなくて、あ、これはなんかすごく、まあ僕がね、どれぐらいちゃんと続けるかにもよるけど、まあ続けていたらいずれゆきかさんとは、何かしらでこうなんか一緒に取り組みできそうな気がするし、そのメッセージになんか嘘がないっていうか、その純度が高いっていうか まあ、まっすぐなのも本当にまっすぐなんですけど、だってわざわざメッセージしなくたっていいんですよ。その立ち上げましたっていうことに対して。でも本当になんか丁寧にまっすぐメッセージわざわざくださって。で、それから9ヶ月経って、昨日久しぶりにメッセージ来たなと思ったら、いつも、
ゆかさんすごい Facebook に投稿すごくアクティブにされてて、でしかも中身が濃いんですよね。まあ、ご自身がすごく一生懸命勉強してるっていうことは本当に本気で勉強してるからだと思うんですけど、まあ、その中身がすごく濃くて、僕はだからその、あ、いや本当にいい発信だなと思ってるからシェアしてるんですけど、いつもシェアしてくれてありがとうございますから入ってさ、この度ね、9ヶ月の時を経てですね、サロンに参加したいですというふうにおっしゃってくださって、これは何て言うかな、今までその 今までもう俺は本当にね、一人一人みんな参加してくれた時の日のことを覚えてるんですよね。本当嬉しかったですよ、一人一人ね。だから前回は愛さんね、でもちろん、先月辞められた明さん、中島明さんも辞めるよっていう時のメッセージも僕は正直嬉しかったよね。初めての退会者が出た時も、あ、明さん来てくれて6ヶ月付き合ってくれて、ちゃんと退会するっていう、自分がそういう状態になった時に、まっすぐちゃんと退会してくれたっていうのを、なんかそこをずるずるいかなかったじゃないですか、明さんがね、先月の。まあ、いくつかサロン内にも投稿残ってますけど、なんか、あ、これほんと健全なやり取りできたなって思ったりしてて、だからそれも大会も含めてなんですけど、まあ、入会した時にこうそれぞれ皆さんこうやり取りしたことをこう全部一個一個ね、その前なおくんか、なおくんもわざわざ俺に電話してきてくれたりとか あとはその前がゆかさん、あかねさんとかね、まあその、まあ、最初からね、清水さん、砂塚さん、友人さん、周平さん、まあ、健太さんか。まあ、その辺のメンバーは、なんていうか、本当序盤から、序盤からというか、まあ、立ち上げ前から、まあ、ある程度さ、関わってくれてたから、まあ、そこももちろんありがたいし、なんかね、そう、ゆきこさんが昨日入ってきた時に、あ、9ヶ月続けてこれたっていう、こう今までの、まあ歴史ってほど長くはないんだけど、いろんなことをやっぱりやり取りして続けてきて、ゆうかさんがこう入れるところまで、なんていうか、僕らこういい感じでね、このサロンをいい場所にして、で、来れてて良かったなぁと思っ、なんていうか、考えっていうのともちょっと違うんだけど、待ちわびてたわけでもないんだけどね。ゆかさんまだかなとか、ゆきかさんまだ来ないのかなとか思ったことはないんで、正直ね。だけど、9月28日にすぐメッセージくださったことは俺はちゃんと覚えてて。で、いやなんかその、まあ、いつかその、どっかで交わるだろうみたいな、その、それぐらいに思ってたけど、あ、昨日だったの、この日だったのか、と思いながら。いや、なんかね、まあ、そんな日だったんですよ。だからなんかその、昨日の夜はなんか、すごく幸せに眠れましたね、なんかね。ということでね。まあそんなわけで、まあゆきかさん、これ皆様ね、ぜひね、お友達になっていただきたいんですよ。多分、なんだろう、もうゆきかさんと Facebook の中でつながっている人の方が多いのかもしれないですけど、まあ、小山愛さんとかも、ぜひね、つながっていただければと思います。今、何歳なんだろう。まあ、少なくとも20代がね、いやー、すごいよね。20代、なおくんに続いて2人目か。で、30代もいて、40代もいて、50代もいるっていう、年齢の振れ幅的には、なんか10人しかいない割には 割とさ、綺麗に散らばりつつ、男女比も6、4ぐらいか これで まあ、そんなさ、狙っちゃいないし、その、どっちかに通ってやったって、まあ、なんていうか、問題ないっちゃないんだけど、なんか、結果的にね、すごく、10人でもこんなにちゃんと多様に散らばるもんだなっていうか、で、しかもその散らばり方が、
なんていうの、散らばればいいってわけじゃなくてさ、やっぱり散らばったら散らばったでまとまんなかったり噛み合わなかったりとかってよくあるんですよ。で、まあだからここ合わせた方がいいよな、そういう人だけをこうくくった方が楽だよなって、まあそういうコミュニティになることもよくあるんですけど、まあ、このモテサコンライスサロンに関してはね、いや、極めてなんか健全に散らばり、極めてその健全になんていうか、その散らばりが噛み合ってるというか、そこになんか、あ、ネクストバッター、阿部ゆきかさんでしたか。あ、もういいピース待ったなーっていうね、なんかね、そんな感じしますよね。まあ、皆さんもその、いや、一番その、なんだろう、つながりが深いのでいくと、中村周平さんだと思うんだよね。これ実はその中村周平が、2022年1月16日に埼玉練習会講習会を走りの学校のね、まあ、企画というかイベントというか、まああれをさ、まあ主催者を担ったわけですよね、周平さんが。で、チラシ2000枚を配るためにはどうしたらいいかとかさ、オンラインスクール生でこうみんなで作戦立てたりとか、なんかその そんなとこからさ、あの開催自体もすごく、なんていうか、当日も素晴らしかったんだけど、開催に至るまでにどうやって人を集めるのかとか、どうやってその2000枚のチラシをどこに配るのかとか、めちゃくちゃ作戦会議してたんですよね。だからあのイベントだけはなんかもう、まあ走り学校の練習会いろいろ思い出深いもあるんだけど、あそこは本当特別なのよ。で、その特別な練習会、講習会で、まあ人数もすごかったんだけど、特にその講習会に来てくれてた一人が阿部ゆきかさんだったんですよね。で、そういうつながりなんですよ。だからなんか、周平さんはすごく縁が深いですよね。そういう意味では。まあ、周平さんがつないでくださった、メンバーっていうことですよ。阿部ゆきかさんが今回、このサロンに来てくださるっていうのは、まあ、周平さんがそこで、素晴らしい、講習会を企画して、大成功を収めていなかったらね、僕とゆきかさんがつながることはなかったわけなんで。まあ、で、まあ、あの講習会本当に来てる人レベル高くて、みんな、なんていうか、フィジカル的にもそうだし、なんていうかな、講習会に対してのこうコミットの仕方っていうか、パフォーマンスも素晴らしいんだけど、どうやって人の話を聞くかとか、人がお互いこう、受講生同士でも、より良い時間を作ろうとするっていう意思がすごく感じられたんですよ。もうすべてのメンバーに。なんか本当レベルの高い人が集まるとこうなんのかっていう、なんか、ちょっと、なんていうのかな。狙ってできないなと思いながら、まあ、僕は周りでサポート舞台として周りにいたわけなんだけど、もう本当ね、なんていうか完成された舞台芸術のようにですね、役者がすごいのよ、とにかく。で、みんなアドリブなわけじゃん。こういうもんだよって知ってるわけじゃないし、お互いの顔知らない人同士ばっかりなんだよ。だけど、人がこういうふうに動くということは、次こういうふうに、ここにいるべきだとか、自分のパフォーマンスがこうなったっていうのを、まあ、周りの人がレスポンスを返して、フィードバックしてっていうのが、あれほどね、なんていうか、見事に行われてた空間って、あれ以降見てないんだよね すごい回だったんですよ、あれはね。その講師も、もちろん講師素晴らしい、中身も素晴らしいし、で、それはいつも変わらないんだけど、それに加えて参加者が本当にみんな素晴らしくて。で、まあ、その中でも僕が一番、なんていうかな、目を引いたっていうか、もう突き抜けて輝いてるなって思った人ですね。阿部ゆきかさんは。これ本当にそう思ったの。何がって言うと難しいんですけど、だから、周りさ、プロアスリートとかいるから、パフォーマンスで言ったらもっと素晴らしい人いたよ。動きで言ったらもっと鋭いとか、
まあ、説明聞いてその理解度が深いとかっていうのも他の人の方がすでに理解してるとかっていうのもあったと思います。だけどね、なんだろうな、俺、ゆきかさんに何を感じ取ったのかは、正直ね、まだ言語化できてないんですけど、なんだろう、まあ、女性っていうのも、別、まあ、少なくはあったけど、もう一人二人いたと思うんだよな。ゆきかさんだけじゃなかったと思うんですけど、女性だから目立ってたとかでもなく、十数人いたのかな、十四五人いたと思うんですけど、それだけこう、なんていうか、周りがこう、なんていうの、それこそ、プロバスケットボールのコーチとかね、そのコーチングとかっていう意味でも、レベルの高い人、もう本当いっぱいいたんだけど、なんだろう、この人すごいなって俺思ったんだよね、ゆきかさんの、受講している、なんていうか、その空間における立ち振る舞いですかね。なんていうか、学びに、学んで吸収して、なおかつ自分がいただくだけではなくて、その場に対して自分なりに、こう、それこそ本当に与えられることは何なのかっていうことをもう同時に考えてんじゃないかなっていう。まあそういう雰囲気ですかね。で、それって、なんていうか、どの動きがとは、わかんないんだけど、そうしてる人だなっていうのはわかるんだよね。これね。これわかるんだよな。で、それが、なんか、本当に、レベル高い人だなと思ったですよね。まあ、で、後から聞いたんですよね。そのフィットネスインストラクターさんで。で、まあ、キッズのスポーツトレーナーとして、まあ、いろんな子を教えてたりとか。まあまあ、まあ、そういうご職業なのかなとは、まあ、一見して思ったけど、どれぐらいのこう、キャリアがあるとか、どういうところに所属されてるとか、もちろん、初対面では全くわかんないけど、まあ、一通りこう、90分間こう、いろいろね、トレーニングとか、プログラムの内容、走り革命理論の中身、こう、宇佐美くんがね、講師で、まあ、みっちりやる中で、まあ、この人すごいコーチなんだろうなって名を馳せてるとかじゃなくて、本当に実力のある人だなと思ったですよね。だからなんか、なおくんがさ、まあ、ある意味、コーチングで、こう、なんていうか、コーチングっていうところを、こう、主要のテーマにした、まあ、新しいコミュニティを、ゆくゆく立ち上げるための、まあ、学びのためにこのオンラインサロンに入ってきてくれたっていう、それが去年の12月ぐらいですよね。まあ、そこからすると一番なんていうか、思いとか、まあ、すでに実践されてること自体が近しいかもしれないですね。なおくんとゆきかさんっていうのはね。まあ、年齢も近いんだけど、なんていうか、まあ、普段のね、ゆきかさんのこう、指導現場とか、めちゃくちゃ興味あるよね。どうやったらこんな、こう、なんていうか、人から学ぶ、教えてる姿を俺は見たことないんだけど、見たことは、生身で見たことあるのは、周平さんの企画した、走り革命理論講座1、レベル1だよね。あそこで受講してる、受講生側としてのゆきかさんを見ただけなんだけど、レベル高って。んで、コーチとして、で、受講生側の立ち振る舞いを見ているだけなんだけど、コーチとしてレベル高いんだろうなって思えるって、これよっぽどのことだと思うんですよね。なんだろうな。これなんでそうなったのか、ちょっとわかんないです。わかんないんですけども、まあ、そんな方です。そんな方ですって、こう、紹介になってるかわかりませんけど、紹介するっていうよりかは、もう僕が今ゆきかさんに対して、持ってる記憶の全てを全部今喋ってますっていうね、ことなんですけど。まあで、逆にね、
下手するとね、この茂木耕作美空研究所で何を提供できるのかっていう視点から立つとですね、もうゆきかさん結構なレベルの高いそのトレーニングプログラムとか、まあそれ走り革命理論だけじゃないのよ。そのインストラクターとしてのもう、まあそれこそメンタル的にどうやって自分と向き合うかとか、なんだろう、詳しくは分からないですよ。でも日々の発信見てるって、その言葉のレベルの高さからしてさ、もう相当勉強してるなっていうのがあってですね、その上で、わざわざ、9ヶ月の満を持してですね、参加していただいたとなると、まあ、ある程度のプレッシャーってなってもおかしくないっていう、まあ、状態ではあるんですけど、まあ、僕がプレッシャー感じるのも変な話なんですけどね。まあ、一応、まあ、改めてなんですけど、これね、まあ、だから、ちょっと、ゆきかさんへの入学オリエンテーションみたいな感じになってますけど、まあ、じゃあ何が、このサロンの中にいると、できるのかということをね、改めて考えました。今更なんですけども。で、まあ、当初こそ、まあ、例えば、友人さんがね、倫理を自習で学んでいるのを、その自習ノートみたいなのをずっとシェアしてくれてたっていう時期がありましたよね。で、まあ、それは今はさ、そのブッダとか、そういう仏教とか、その宗教のところにつながったりしてますけど、まあ、あとはその、ゆかさんとかね、ゆかさんとかも、まあ、コーチングっていう意味ではそのかぶってると思うんですけど、まあ例えばそのコーチングをやるにしても、そのコーチングの表面的なメソッドをさらうだけではやっぱりなんていうか、ゆかさんのようにはなれないんだよ。で、ゆかさんっていうのは、例えば心理学的にこういうふうにやると、こういう行動になりやすいとか、どういう表情をしてるときに、こういう思考回路になりやすいとかさ。まあ、あとは、まあ、そういうね、行動経済学とか、その脳科学とか、まあ何でもいいんだけど、まあ学問的に言われてる知識のパーツを知っているっていうのは、まあもう大前提なのね。で、大前提の上で、まあコーチングっていうのも結局その総合芸術なんですよ。結局ね。その人間力っていう中身は何と言ったら良いのかわからないけど、確かにあるものね。それをどういうふうに、なんていうか、高めていくかっていう、すごく抽象的なことなんだけど、確かにあるよね、その力っていう。で、その抽象的な、うまく言語化できないような力を高めたいっていう成長の問題に対して、まあ、個別の知識で、それをチップスを集めて、深めていくみたいな。あ、周平さんだ、こんばんは。そんなこともやり、まあ、そういう、今よりもちょっとだけ伸びしろを見つけて成長したいっていうモチベーションを持った者同士で、一応10人、しかもその心理的安全性が完璧に保たれるみたいなさ、まあ、そういう状態でやっているっていうところに、まあ、そこで、なんていうか、ゆかさんにどういう発信をしてもらえるかっていう感じですかね。周平さん、こんばんは。いやー、もこんばんは。S。う、連日なんですけど。れ、なんか、いらっしゃらないですね、他に。いやいや、ありがとうございます。いえ、ちょっと待って、ね、全ぼっちのおっさんとして、ぼっちのおっさんとしては話を聞いてもらえる場というだけでも価値があるか。いや、でもこれね、本当大事っすよね。僕もさ、毎朝喋ってるじゃないですか。これ何なんだろうなと、自分で一時期思ってたんだけど、
もう本当朝の散歩ぐらいちゃんとカロリー使うからすげえ健康になってんなって なんか、あ、これでよかったんだっていう。その目の前で周平さんがいて話聞いてもらう方が、もちろんそれはいいんだけど、そうじゃないとしても、もうそういう過程の上で喋ってるだけでもさ、だからね、オンラインの空間の中に放り投げてるだけなんだけど、きっと聞いてくれてると思い込んでるだけで割とスッキリするっていうね。そんな感じするね。なかなかできないですね、あれは。まあまあでもその周平さんもスタイフでもうかれこれ半年以上やってるよね、その感覚はともかくとしてさ。そうですね。いや、そうだね。でもあんな、そんな、やっぱりあれですよ、今でも、ちょっとこう、かしこまるっていうか もうすっげえ言葉選びますけどね いや、わかる。そ あ、その、う。でも、なんかでも、だいぶ変わったよ。そあ、の、そうですね。いや、ぜひ、初回の自分と聞くほしいんですけど、もじもじだらだらしてないのよ、最近。その、そうあなんんですまか、り。もう全然自分だとあんま変わってないなっていう感じなんですけど。なんていうの、まあ、確かに、スルスル滑らか、こう、ペラペラっていう、表現ではないと思うんだけど、まあ、その、あくまで中村秀平キャラであることからは、こう、急に外れたりしてないし、違和感ないんだけど、もう本当さ、1ヶ月目ぐらいの、こう、酒飲みながらやってるやつとか、もうひど、ごめんね、ひひどどかっい、た。ひどい、ひどい。ひどいっすよね。あ のいと、あやいや、のコンビが。どうした、ちょっと黙ったなと思ったら、こいつ寝たと思って。いや、あの頃はもうあれですよ。だって、お酒飲まないとできなかったですもの、え、寝たのこれ、みたいな。ちょ、トイレ行ってきますっつって、ブチって切れて、すみません、翌朝になってました、みたいな。ん。ありましたね、そんなね いや、面白かったね。なになに？入りたい？え？どれどれ？ちょっと待って。どれどれ？いや、言うて。何？封筒？封筒？お名前シールの封筒。お、これか。待ってる。家を持つ。OK。いや、そんなところにさ、ごめんごめん、周平さんがさ、やった伝説の埼玉講習会はいはい。に来てた人なんだよ、阿部幸香さん。ああ、そうっす。なんか阿部さん入ったんですね。全然あれでしたけど、全然なんかリアクションしてなかったですけど、なんか気づいたらあれ？と思って、知っ全て然ま知しらなかった。た？安倍さん覚えてます？阿部さん覚えてます、覚えてます。あの後も何回か練習会に来てくれて、そうだよね。で、その時お話しさせてもらったりとかして。あ、そうだったんだ。そうですね。や、なんかもう、周平さんつながりで、ついに一人入ったっていう。何をあれなんですか？何きっかけで安倍さん入られたんですか？いや、なんかね、とにかく、彼女は学びに貪欲な感じしますよ、その発信を見てる限そうりですね。ね。はいいろはい。んななんかプログラム受けて、それこそ人材育成研修みたいなさ、リーダーシッププログラムとか、なんかそういう感じだと思うんですけど、その詳しくそれ僕プログラム知らないけど、まあそれを受けて、こういうことを学んだみたいなことを日々結構発信されてたから、あ、もう本当よっぽど、なんていうか なんていうか ガチやなっていうね。その学びに対して、はい。
で、俺がこのサロン立ち上げた、あの9月27日に立ち上げた翌日に、ゆうかさんがこうメッセージくれてたんですよ。サロン立ち上げられたんですね。興味ありますっつって。でも、なんかその、他のプログラムもいっぱい受けてるから、その、まずこれをやりきって、その後行きますみたいな感じのメッセージをくれださってたんですよ。へぇ。それはなんかそのいつになるのかわかんないけど、この学びモンスター感がもうすでにその時伝わってたからさ、この人学び続けてる人だから、これ終わんのかな、その今受けてるプログラムとかもさ、もう結構ガチなやつだろうから、まあどれぐらい先なのかちょっと全然わかんないけど、あ、まあじゃあ、ゆかさんがそのようにね、わざわざメッセージしてくださったから、それまではやめないようにしなければっていう。と思ったよね。すごい。そしたら本当になんか9ヶ月、まあかれこれもう9ヶ月経ってんですね。あ、もうそんな経つんですね。割と長いよな。なんそうっか、すね。ついこの間、んな経った、そうっすか、9月27、そんな経つんだ。そうなのよ。そうなんですよ。じゃあ、そろそろあれですね。1周年も、なんかイベント考えだね。いやいや、確かに、本当だよな。なんかびっくりしちゃってさ、ます。その、だから昨日、ゆいかさんが、その、わざわざ、その、サロン参加の前に、個別でメッセージくださって、ありがとう、ぜひ来てって言って、やりとりしたんだけど、あ、ゆいかさんが来るまで続いたなっていうのが最初の感想。なったりすごすいっるすね。ね。でもその9ヶ月だけの話じゃなくて、その前のまた9ヶ月分前にその埼玉練習会があってからの話だからさ。もうなんか、だから18ヶ月振り返してた俺今さっき。そうっすか、すげえな。だからもう周平が2000枚配ってなかったらこうなってなかったんだなーと思ってさ。いやいや、そんなことないです、そんなことないです、そんなことないですよ。いやいや、でもさ、なんか、まあ、誰がっていうわけじゃないけど、誰一人欠けてても多分こうはなってないんだよね。確かに。まあ、宇佐美さんがインストラクターだったとか、野田校長がとかって、もう全部そうなんだけど、こに砂塚さんもいらっしゃったからね。そうですよね。九そう州ですよね。から埼玉にやってくるといいや、すごいっすよね。う。本当本当の、に、本当いろんな人に出会ったんだと思っスーパースリーモンスて。ター。いや、本当、走りの学校のおかげで、本当にいろんな方と出会えてるから、いやー、それ本も当ね、全国各地、津々浦々の人と会えてるから、すごいことだなと思って、なかなか今までじゃ考えられないですね。本当だよね。で、これがなんかまた、なんていうのかな、あんまり今までない感じの、こう、深さと長さっていうか、その 途切れないと大体薄いっていうね、過去の俺の人間関係において、こう、途切れない人は、その、あまりこう深入りしすぎないから、熱が冷めないっていう、バランスの上で成立してるっていうところなんですけど。割とみんな深いのよ。全員。がっつり、こう、なんかやりとりしていつつ、ああ、もうかれこれこんな経っとるなぁ、と思って。いや、大きいですね。やっぱこういうサロンっていうコミュニティ作ったらやっぱでかいんですよ。本沢さんが作った功績はでいかいんや、だいよ。や、本当にチャレンジしてよかったな。あの日の俺間違ってなかったな、みたいなこと思ったよね。あんまりその、当時はさ、なんていうの、こう、形
持ち上誰だって作れるんだからやればいいじゃんっていうぐらいのことで、あんまり何の覚悟とかもないわけよ。そのビジョンとかさ、覚悟みんなにこれを提供するぞとかもさ、何にもなかったじゃん。本当に真っさらの土地だったからさ真っさらの土地にさ、俺と周平と友人がこうただ立ってるというねもうそんな感じほんで真っさらの土地だったもんね、あれね。うん、いや、そうっすよね。オンラインサロンって僕はだから本当に、なんか、なんて言うんだろう、誰でも作れるもんじゃないっていうか、やっぱそうやって何かを提供しなきゃそういうふうに立ち上げられないもんだっていうイメージがあったんですけど、なんかすごいイメージがありましたね。確かにみんな、情報提供っていうイメージではなくなったよね。うん、うん、なんかみんなで作り上げるっていうこういう形のサロンもあるんだなと思って、すごく面白いですよね。うん、うんうん、そう、これならできる感じしません？なんか逆に。その少年野球チームでみんなで野球してるのと、多分雰囲気としては近いと思うんですよね。そうですね。うん。うん、なんか、集まって、ね、一方的にこう先生が提供するっていう話じゃない。はい、集まった人が楽しむための場所っていうか。そう。そうですよね。うん、こう、なんか日々のその、気づきでも、うん、本当にね、少年野球やってての疑問を持ったこととか、はい、フランクにこう投稿して、それでこう、チーム内でこうやり取りするっていうのは、すごくいい空間になりそうだなっていうのは思いますね。やっぱ言えないこともなかなかあるだろうし、来れない人もやっぱりいるんで、はいはい、グラウンドに、ね、直接僕と話したりもできないから、やっぱどっかでこう、ね、抱えてるものも多分あるだろうし、うんうん、そういう意味にも、なんかそういうのをこう発信できる場が作れるっていうのはいい、まあね、別にこうオンラインサロンって形にこだわらなくても、LINE グループとかでも構わないし、うん、なんかそういう場所を作ってあげれればいいのかもしれないですね、うん、本当に。そうですね。周平さん、なんかその、少年野球のチームでの やり取りで、はい、LINE 上でも、なんかホームページでも何でも、なんか結構いろいろやってるじゃないですか。うん、まあ、なんかやり取りの仕方で変わったことあります？そうですね。あんまり変わったっていうことはないかもしれないです。一応そのホームページも作って、うんうんうん、閲覧できるようにして、で、まあ動画、練習の動画とか、まあ試合の動画とかを、うんうん、まあ、YouTube で限定公開でその、はい、チーム内に発信して、はい、で、まあ、たまにその練習の時なんかは自分がこう撮りながらこう、うん、後ろでこう実況してるっていうか解説してるっていうか。ああ、いいね。ナオ君がやってるのと同じだ。そう、最近あの、まあ、子供たちをどうし考えて、自分で考えていろんなことを試合を作っていくっていうような方向でやってるんで、はい、子供たちに全部そのポジションとか、うん、打順もそう、サインもそう、全部決めて、うんうん、自分たちの好きなようにやってごらんみたいな形でやってる、後ろでこうカメラ撮影してで、はいはい、そう、今このそれ解説して、今こういう作戦取ったけど、うん、これこの意図だとこうだよねとかっていう、うん、もう少しこうするといい、ね、みたいな感じで喋ってたりっていうのは、はいはい、ちょこちょこやって、ただまだそのお父さんお母さんたちとのそのコミュニケーションっていうのはまだまだ足りないかなと思います。ああ、なるほどね。子供たちとはまあそうやってやりますけど。なるほど、なるほど。難しいです。そっか。ちょっと難しいですね。今日もそうですけど。うん、しなーと人に教えるのもそうですけど。うん、難しいですね。でも実況を通じてなんとなくこう、周平コーチの意図というか、こういうプレーすると周平コーチがこういうふうに言ってくれるんだみたいなのはちょっとずつ伝わっていくわけだよね。そう、そうですね、うん、そうす。だからやっぱり監督がやっぱり試合ではサイン僕出すので、その監督と選手たちの頭をこう一緒にするっていうか、はあ、はあはあはあ、なるほどなるほど。そう、共有作戦をこう多分監督こう考えてるんじゃないかみたいなのを共有しておくと、プレーもやっぱり質も上がってくるし、
なる一つ考ほど。えられるようになるんで、まあこれも時間かかることですけど、っていうことですかね、今やってるのは。なるほど。なんか楽しそうっすね、それは。なんか。なかなかね、その結果は全然まだ出てなくて、昨日も結局グラウンド使えないと思ったら、うちで使ってる学校ってすっごい水はけいいんですよ。おお、すごい。いけたんだ。昼ぐらいからずっとグラウンド整備して、あ、そうなんだ。水取ったりして、3時から試合やって、15時から。よかったですね。まあ負けちゃったんですけど、でも、そう、少しずつこう、昨日は結構いい、なんだろう、ロースコアの試合ができて、いつもはもう10点取られたりとか大差つくような試合が多かったんですけど、自滅が多いんで、うちなは。るほど。フォアボールエラーが多いんで。そんな中でも昨日はすごい。ゆっかさん、よかったら来てください。今、視聴中ですってなってるんで、招待してみました。来ぜれないひ。かな？無理しなくていいですよ。全然、来れないときは。そっか、すごいね。いや、なんかさ、カメラの後ろで、コーチとしてこう、試合見ながら、どの選手がどういう動きしてるとかって、まあ喋るっていうか、まあ実況するわけじゃないですか。それってさ、コーチはこれちゃんと見てくれてんだなとかって、知れるだけでもすげえモチベーション違うと思うんだよね。なおくんこれかな。そうですね。途中で、こう、直接、もう試合止めて、あ、こんにちは。お久しぶりです。無理でーす。無事教育実習終わりました。それ、秋田？実秋家？田です。まだ実家にいるんだ。はい。ひろみさん、それ。そうです。それとか言って。それじゃねはい。え。ひろ今みさん、元気か？ やめて。こんばんは。こんばんは。いつもお世話になっております。こちらこそです。はい。お疲れ、教育実習。もどうでしたか？う。なんか、ちょぴっとだけ先生いいなと思いました。はい。ちょぴっちょと。ぴっとだけ。でも、ちょぴっとっていうのは僕としてはめちゃめちゃ大きいちょぴっとなんですけど。いいと思ってなかったんだ。いいというか、別の選択肢の方が、もっといろいろ大きか合っってた。るかなって思ってたんですけなど、るほどね。ではなくっていうか、先生、思ったより楽しかったです。それはどんなところで？こんなところで、なんか本当に野球部の指導できればいいやぐらいの感じで、最初はなるほどね。行ったんで最す初けはそんなど、感じだったよね。でも、いざ入ってみて、学級クラスの野球部じゃない子とか、あとは体育で話した普通の一般生徒の子とかと話しててもやっぱ楽しかったんで、はい。あとみんなやっぱいい子っていうか、素直にこう、話聞いてくれたりとか、授業しててもすごいやりやすかったので、そうなんだ。はい。何の授業をしたの？科目は結構いろいろやったわけ。保健体育で、高校なんで保健体育なので、まあ、体育と保健。体育は特にこう指導っていうよりは一緒にこう体を動かすって感じだったんですけど、保健に関しては、1年生の休養と睡眠についての授業をしました。なんか聞きたい授業だな、それは。本当に、モテタックさんと、前なんか、いろいろ教育実習の話、言語化してほしいなーっていうの言ってたので、またお時間作っていただければ、その言語そ化れ次と、回それやろう。はい。教育実習で担当した授業の内容を、はい。俺が生徒になって、はい。俺が授業をでも、
で言うと、その、なんて言うんでしょう、こういう深い話は1対1での方がいいと思うんですけど、授業に関してはあのグループワークをしたいので、ぜひあの、夜会のタイミングでお時間いただければ。わあ、すげえ、いいじゃん。善くんとか、まあ、周平さんもそうですし、何人かいれば、その、いろいろシェアしたりっていうのも、本当、授業っぽくやるんで、なるほど。50分。今、プチワークみたいのできるのある？なんか簡単なやつ。ああ、そう。俺と周平さんいるから。あと、ゆきかさんと清水さんが今見てるっていう状態で、コメント欄使ってもいいですか？わかりました。じゃあ、ぜひ、じゃあ、なんだろうな。あの、一応僕の、その授業の目標が、うん、個人と個人と社会の休養睡眠の課題と対策を考えて、うん、グループで共有して説明しようっていう。個人にとっての休養と睡眠、はい、社会問題としての休養と睡眠。そうです、どっちの方がシンプルタイム1分ですか？どっちの方が気になりますか？どっちか、どっちをこう個人か社会かっていうこと。今ささってやるなら、まあ、個人行きますか、ね、個人かな。うん、個人でいきましょう、はい、うん、じゃあまあなんか授業ではその睡眠の重要性とかを話し合うんですけど、話し合うっていうか、はい、僕からこうパワーポイントでやったんですけど、はい、それまあ皆さんはうん、睡眠大事だっていうのを分かった上で、はい、自分自身のその睡眠の課題、うん、もし今のこう睡眠時間に満足してないなら、うん、睡眠時間とかその睡眠の質に満足してないならなんでそうなんだろう、うん、まあ多分いくつかあると思うんで、はいはいはい、その課題と、うん、あとはそのためにはこれがやんないといけないんじゃないかっていう対策。なるほど。2、3分で課題とアクションっていうか、こういうアクションはありえるんじゃないかという、はい、今現時点での知識を持ってなんか考えてしゃべるみたいな。そうですね。そんな感じ。で、2、3分後に、はい、あのシェアしたものを、まあ、検討するっていうか、他の対策が多分グループで話し合うことで。なるほど。これじゃあちょっとコメント欄舞台にもちょっと参加いただける感じですか？そうですね。課題、何々何々、対策、何々何々って言ってくれると、はいはい、じゃあ、清水さんもなんか以前さ、その睡眠についての本シェアしてくれたりしたからさ、なんだっけな、なんか息子さんとその話になってこの漫画の本読んでるとかってあったんだよな、確かな。清水さんも絶対興味ある。まあ、ゆうかさんも多分ね、あれだけ学んでたら通ってないはずないからっていう。いや、あるよ、うん。まあ、もうシンキングタイムとかなしでぶっちゃけで、はい、あのもじもじ周平が喋る間に他の人が考えるっていう。睡眠か、睡眠の課題か。僕ね、すっごい寝つきいいんですよね、実際。そういいんだ。あ、でも言ってましたよね。そう、僕だからのび太くんなんで。そう、寝ようと思ってベッドに入ったらすぐ寝れるんですよね、うん、寝つきは悪いことないし、うんうん、質かまあなんかよ寝苦しいとかっていうことはあんまないんですよね、うん、まあ朝までしっかりと寝れてるかなっていうのは今、うん、だから今だからその生活のリズムがなんだろう、うん、いいんですかね、うんうんうん、毎朝フィットネスジムに行って筋トレしてみたいな。そうですね。はい。しっかりと体を疲れさせてるというか、はいはいはい、使い切って、はい、食事も取れて、3食しっかり食べて寝れてるっていう、うん、今はすごくその食事と全てバランスが整ってる方かなとは思いますね。なるほど。今までで考えるとね、今が一番むしろいいぐらいな感じなんだ。はい、へえ、すげえな。まあ、
当然そういう人も出てくるよね、実習でグループワークとかやってる、はい、うん、最初のこうなんて言うでしょう、クラスのその確認っていうか、うん、どんぐらい疲れてるのかなっていうのを確認した時にも、うん、やっぱ全然疲れてないですっていう人も一定数いたので。なるほどなるほど、はい、うん、じゃあ俺はでいくと、まあ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 悪くないけれども、寝つきが毎日いいかって言ったら割とばらつきある方かもしれないですね、俺はね、うん、まあその寝つきが悪くても結果寝覚めさえ良ければっていう感じでいくとそんなに悪くないのかなとも思うけど、ね、寝つき悪い時に何してんだろうなっていうのはちょっとまだちゃんと分かってないかもしれないですね、うん、寝る前になんかその寝つきが悪くなるような行動取ってんのか、なんかそういうのがあるのかもしれないですね。なんかあコメント来たぞ。家清水さんは家での睡眠はとりあえず問題ないが、クマが取れないのが気になる。前作見てくれ気にしない。最高やん。何それ。何それ最高っすね。すげえな。無双じゃねえかよ。いやいや、コメント欄の嘘を誇ってるな。これ、ゆきかさんか。あ、ゆきかさん、課題。就寝時間がバラバラになってしまう。寝ることはできるが、寝時間が短い。対策、ライフスタイルの見直し、就寝時間を決める。毎日22時間22。外部で振り返りの会に参加しているので、それまでに寝る準備をする。すげえ、がっちりコメント書いてる。さすがやん。ガチなんですよ。これ見てわかるでしょ、このコメントでもうわかるよね。はい。この人がいかにガチのインストラクターなんかっていう、フィットネスとインストラクター。いや、すごいな。働き者、かつ、うん、課題がこう明確に言語化できる。なおかつ、まあ改善策っていうのも具体的よね。時間。清水さんとの対比がえぐい。面白いな。これなかなかいいグループワークになってますね、これね。いや、もうそうですね。ぶつけにしてはなかなかいいじゃないですか。はい、素晴らしい。いや、いいんじゃないですか。まあ、こんな感じかな。で、それで言うと、ゆきかさんの対策とかから、うん、ちょっとこう、うん、なんでしょう、教科書チックっていうか、を、はいはい、まあ、ゆきかさんは理解されてると思うんで、お二人に、はい、これってこういうのが大事だからやっといんだよっていうのを補足説明させてもらうと、うんうんうん、なんて言うんでしょう、多分、バラバラでっていう対策は、本当にもうこの通りで素晴らしくて。うんうん、時間が短いのはあまり個人差もあると思うので気にしなくていいのかなっていう、うんうん、でその分その、最初 あのレム睡眠とノンレム睡眠って言葉あるじゃないですか、はいはい、の中で最初の90分っていうか最初のそのレム睡眠に入るのが一番深いレム睡眠なんです、うんうん、そうだね、うん、それをしっかり深くするっていうためにはやっぱり寝る準備をしとかないと、はい、あまりこう振り返りの会に参加してそこからさらになんかいろいろしてってなるとまた交感神経優位なもので寝つき、そうだ、交感神経と副交感神経の話だね。はい、この仕組みが分かってないと、はい、ずっとなんか時間だけに無意味にこだわっちゃったりとか。そうですね。あ、なのでじゃあ22時20分に終わったらじゃあもうすぐ10分で支度して半に寝たらいいのかっていうと、うん、それもまた質的には良くなくて、はいはいはい、おすすめ、まあ朝起きる時間によるんですけどおすすめなのは、うんうんうん、お風呂とかシャワー入る時間も逆算して就寝時間決めた上でお風呂とかシャワーをだいたい1時間から90分前ぐらいに済ませると、うんうんうん、その体の中の深部体温っていうのが、はいはいはい、いい感じに上がって下がって、はい、寝つきやすくなるので、はい、なるほど、
そこもこうスケジュールに組み込むっていうか、なるほどね、寝る準備の中の一つだと思うんです。そうだそうだ、だからお風呂入るタイミングとかも大事なんだよね。そうはい、うん、その深部体温をしっかり上げた上でしっかり下げたところでこう寝入りに入っていくみたいな、そうですね、感じだね、うん、あとはその就寝時間、あと朝起きる時間同じっていうので、それももうめちゃめちゃ大事なことなんですけど、うん、なるほど、起きた後っていうか、はい、あの日光浴びるといいってよく聞くじゃないですか、うんうん、それも僕実践しててすごいいいなっていうか、はいはいはい、思ってるんで、うんうん、実際にもやっぱそのセロトニンってなんかホルモンが分泌されて、うんうん、はい、ストレス解消にもつながるみたいなんで、はいはいはい、そこもこうルーティーンとしてやったよっていうのはあの生徒に伝えました。なるほど。そうでもあそこのさ、セロトニンメラトニンの仕組みとか、あの日光と朝の日光と夜の寝入りがどうつながってるとかっていうメカニズムの話ってさ、ほんと俺長いこと何にもつながってなかったから、こう睡眠に苦労してたんだなっていうのを知った時ものすごい晴れたよ、はい、視界がなんていうか、もうなんかなんで寝れないんだろうとか、なんで昼間に眠たいんだろうとか、もう腐るほどそういう経験なんだけどさ時間でしか物考えないで解決しようとしてて、全くこう改善しないみたいなこと いっぱいあったからさ、はい、あ、ほんと無駄なことしたなみたいなメカニズムを知った瞬間ね、なんかこれだけのことみたいなさ、逆に言うと、まあ、それでももうちょいこう伸びしろあるっちゃあるんだけど、今現時点でもさ。そっか、でもそれ高校で学べるってでかいよな、なんか。いいね。いい授業だね。まあ、それをこう、パワーポイントとか作って、うんうんうん、もうあの、黒板にこう、チョークで文字書かなかったんで、今回。電子黒板があって、それで授業する。なるほど。いいな。あ、パワーポイントとか見たいね。あ、はい。パワーポイントは見せれるの？全然見せれます。その個人情報とかがないっていうか、もうそれを転用して何でも使えると思うんで。おお、じゃあパワポのどっかアップしといてよ。パワポ入れといて、あのファイルアップとかできんのかな ？PDF とか画像とかにしたの方がいいのかな？わかんないけど。はい。この夜会終わったら。うん、ぜひぜひ。パソコン開きな、同時進行できるなら今、うん、パソコンで。あ、マジか。やってみようかなと思うんですけど。お昼寝は20分以内に抑えると良いと、本要約動画で見ました。あったね、俺も見たそれ。パワーナップってやつだよね。本要約チャンネルとか、ほんと素晴らしいよね。やっぱりよく考えると、なんか、こう何気なくエンタメとして消費してもいるんだけど、あれでかいよね、やっぱり。あれでこう、割としっかりめのちゃんとした知識がさ、ほっといても入ってきて、必要な時に使えるみたいな。これ、どうでしょうか？こうやって、あー、これだと今。受けたい授業。はい。素晴らしいね。流れがこんな感じだったんですよ。なるほど。今その3だけ、なるほどね、やりました。ワークシートを使って授業をまとめます。はあ、素晴らしい。アクティブラーニングや。すごいね。これは受けるでしょ。はい。あのワークシートもあの3クラスやったんですけど、だから、うん、100、105人のワークシートあるんですけど、はい、やっぱこう新しいこと知れましたとか、楽しかった、グループワーク楽しかったですみたいなのが感想としてももらってて、幸せホルモンであるセロトニン、心と体の健康のお話が走りの学校の授業で学べるのは素晴らしいですね。さすが、もうなんかこの時点でね、ゆっかさんのこう教養の深さが
幸せホルモンって言いかねれる時点でもう深いよね。そう、そうですね。もう僕もちゃんと幸せホルモンって。あー、さすが。なぜ睡眠が大切なのか、なぜが分かるとやってみようという行動につながりますね。行動心理学まで分かってらっしゃるコメントです。すごい。レベル高い今日。急にレベル高いな。すげえな。ああ、何就寝90分前に入浴を終える。はいはいはい。深部体温の話だ。スタンフォード式最高の睡眠って多分一番こう、ね、有名な。見た。本読んだチャンネルで見た。多分市民さんと俺は同じの見たと思う。で、さっきの。はいはい。で、うん、ここの話を。はいはい。一発目が一番深いってやつね。アップローチとかつけるとこの波形が見れるから、うん、ぜひ見てみてねみたいな話はしました。すげえレベル高。で、これがその社会のあれなんですけど、うんうんうん、これぜひ今度やりたいです。何々高校の校長先生として。なるほど、素晴らしいお題やな。へえ、すごい。これこれはいいグループワークですね。これ盛り上がるな。1年生なんで、うん、まあぶっ飛んだ意見とかも出るんですけど、はいはいはい、全然 OK で、うん、この意図としてはその結局2年こうみんな選挙権持って、うん、社会のことを誰かにこう頼むっていうか、うん、選挙でこうこの人がいいって決める必要があると思うんですけど、はい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 、そうなった中で多分ニュースを個人的なこととして受け入れるっていうか、うん、僕自身もそうだったんで、うん、なんか社会ってこうなんだなとか社会的にはこうだろうなとか、うん、視点をこうアンテナをいろいろ持てればいいなってことで、なるほど、ちょっと近い感じで校長先生とか、なるほど、ね、学校っていう社会にしたんですけど、はい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 、これはいろいろ面白い意見が出たんで、これはうちらの10人でもまあまあ盛り上がる話じゃない？ぜひちょっとあの、うん、ライブでっていうよりあの画像を貼り付けるんで、はいはいはい、ぜひコメント欄でこう盛り上げられ、ね、盛り上がれれば。みんなそれぞれなんかのコミュニティのメンバーで、もしそこのリーダーだとしたら自分ならどういう施策をするかっていうことで自分ごとにできるっていうグループワークですよね。はい。あー、すごい。で、生徒なんで高校っていうことで。だから周平さんだったら林レッドスネークスの講師として少年たちの睡眠の質を改善するために何ができるかみたいなことですよね、お題としては。ああ、これは実践的ですね。俺か、猛練習でクタクタにさせるか。でもそれってあながちまあ間違いじゃないというか、はいはいはい、これ出し切らせて。これあの最初の導入の休養の話で、うんうんうん、これ昔と今だといろいろ疲れっていうのも疲労っていうのも違うんだよっていう話が今周平さんの話からつながる。なるほどね、なるほど。清水さん、問題ないと言っていますが、普段の睡眠時間は5、6時間、もっと睡眠時間確保した方が良いかなとは思っていますが、特に体に異常は来たしていないので、これではこれでいいの。まあ、快適に一日を過ごせているんだったら、時間を1時間伸ばすとか減らすとかっていう調整が、話も本質ではないのかなっていう気がしますけどね。睡眠負債。6時間睡眠が続くと2晩徹夜したのと同じような脳の状態になる、まあ、平均値としてはね、はい、でもうこうなってしまうよっていう、今まあまだこう意思を持ててる状態だと思うんですけど、これね、でも確かに俺自分が40前半の頃にこの状態になったなっていう自覚がありますね。なんか逆にその負債が積み上がっちゃった後って、後から8時間寝たところで、8時間睡眠を1ヶ月やったところで、
うん、全然取り戻せないみたいな状態で、で、ちゃんと話つながるんですよね、こう借金のちゃんと今もうほんと振ってくれたんかっていうぐらい、さすが8時間足りないんですよ、レベル高っ、はい、あ、そんなデータがあるんだ、はい、俺の時とにかく寝てください、まんまや、まんま、すげえ、え、すごい授業だね、これね、これ面白かったです、こうこれどうやって自分で構成するの、も指導要領でこんなにしっかりめにあるんですか、いやもう本当にその最初、模擬授業をこれ、うん、大学の時にやってて、はいはい、その指導案をこうアレンジしたものなんですけど、うん、模擬授業やった時はこういう本当に教科書チックなことだけ書いて、あとはあのグループワークはそれやってって感じだったんですけど、うんうんうん、どうせやるならってことでこうその睡眠負債の話とかあのレム睡眠の話とかは前にあのコロナ禍の時に、うん、後輩に向けてこうコンディショニングの指導をしようって思った時に作ってた資料が、なるほど、まんまこれあったので、それをこう使わせてもらったって感じで、すげえな、あ、じゃあそこはだから既存の知識をどういう順番で組み込んでいくみたいな、尚くんの裁量で決めてるってことね、でこの流れとしてはそのグループワークの、うん、で話し合わせて、まあ、僕はっていうか先生はこういうこと一緒にでこうその話したりとか、なるほど、はい、10年ぐらい負債がデフォルト起こしたままでしためちゃくちゃうまいこと言う、うまいこと言う場所じゃないですよ清水さんたまに悪ノリしだすから、でもまあ、でも確かにそれ事実なんだろうな、俺その感覚もでも分かるけどね、あのほんとデフォルトやなってなってもう身動き取れないんだよね、どっからどうなのかもしれないのか分かんない、その寝ても戻らないしさ、ほんと困りますかなってな、そうだな、だからデフォルト起こした人がどうやったら抜け出せるか、確かにむずいけど、だからもう起こすなっていう話なんだけど、今のは負債ためないでねって、今のメンバーだと比較的みんな割とちゃんと寝れてる感じしますけどね、なんか一通り見た感じ、はい、まあ、ゆきかさんが働き盛りで学び盛りでついつい短くなってしまうという、まあでも、ゆかさん知識もあるからな、そこに対する。知識と体力があったらもう最強なんだよね。いや、面白い授業でしたね、これ。はい。いや、これは次、ちょっとガチで社会問題でやりましょう。はい。うん。秋田にはいつまでいいの？明日までです。ああ、そうなんだ。で、あさって、あの、日体大の初戦、全日本の大会の初戦があるので、うんうんうん。日本一って感じですね。また実況とかやるの？あ、さすがにも、あの、全日本は、あの、J スポーツの利権があるので、ああ、もうガチのやつが入るから、そこにはまだ入っていけないですね。周平さんがさ、少年野球チームの練習とかの試合とかのさ、はいはい、ビデオ撮りながら実況やってんだって。はいはいはい。これ何気に流行るかもしれんな、なんかね、実況、野球のビデオ撮りながら実況するって、これ、俺コーチングとしの一部として、俺すげえいいコンテンツなんじゃないかって思ったからね。いいです。うん、あとは、
ならこう他の親御さんと協力してカメラがもう 2,3 台あれば、うん、センターからのカメラ、うん、バックネットサイドってやれば、うん、あので何個かあの機材使えばあの本当に試合っぽくスイッチしながらできるんで、うん、こう練習試合の少年野球の試合としてはこうすごいいいものになるのかなっていうのは、うん、はい、確かに面白いね、うん、どのぐらいかかるのかがちょっと僕は把握したいんですけど、あの同じ同級生は把握してるんで、食費をどのぐらいかっていうのと聞けば、なんか実況でこういうコメントをこういうプレイに対して入れていくといいと思ってますみたいなのもさ、なんていうか多分みんなあると思うんだよね、はい、なんとなく実況してるかもしれないけど、それなりにみんなあると思うんだけど、それってさ俺見たことないよ、ググっても。その絶対出てこないのも ほっといてもさ、なんか俺そういう言語化されないけど、ほっといたら言語化されないけど、本当はなんか根っこではちょっとみんな知った方が、まあ、確かにってなることって、その隙間産業じゃないんだけど、なんかそういうの掘り起こしたいなと思って、なんかそういうのがサロンの空間にこう溢れ出すと俺は面白いんじゃないかなって。直君的にはなんか実況やってる時にこういう風に喋る、はい、自分の癖っていう振り返りでもいいし、まあその選手についてこう述べるときにはこういうふうに しようとしてますとか、うん、意図を喋ったりとか、なんかそんなんでもなんていうか外に出すことじゃないけどさっていう、なんかその部分ってあるじゃん。そうですね、とかね、なんかもうそんなのが増えたりなっていう、まあ、ゆりかさんが来たところで俺はちょっと今生きってる感じもあります。で言うとあれかもしれないですね、うん、まあ僕は結構実況っていうよりあの解説、プレーの解説をすることが多いんですけど、うん、まあなんかいいスイングとか、まあちょっとこう抽象的ですけど、でもいいスイングとかなんかいい動きっていうのはなんとなく、うん、多分、うん、野球ちょっとやってたら分かるじゃないですか、うんうんうん、だからそのなんか言語化をするにあたって、多分こう僕は結構下半身を見ていて、結構その野球って先端の部分で見られがちなんで、確かに確かに、はい、もちろんそこそこでの大切なこともたくさんあるんですけど、うんうんうん、そこに至るにあたって多分いい守備でもしっかり足運んでたりとか、バッティングでもバッティングピッチングでもしっかりその軸足に溜めたものを逆足にこう体重移動してたりとか、そこへのそのスムーズさとかが多分素晴らしいから結果的に打球が飛んでったり、いいボールが行ったりしてると思うんで、なるほど、そういうのを見たりしてますね。目の付けどころみたいな話だ、その実況する上での。はい。ああ、面白いね。きっとこうなるだろうなっていうのは予測して、特に下半身を見て、あ、やっぱそうだよねっていうことを言語化して伝える。確かになんか、目が行くのはその先端とか結果が起こる瞬間の、まあ、バットとボールの部分だったりとか、はい、投球だったら振ってる手の部分とか、はい、そっちに目が行くもんね。でそこでうまいとか下手とか見てるような感じになっちゃうっていうか、はい、でもその前にプロセスとして下半身が間違いなくあって、そっちを見た方が質を見極めやすいみたいな話なの。はい、うーん、1プレーに関してはそうなんですけど、うんうん、もっとこうゆっくり見れるっていうか、今回みたいにその教育実習生として別に指揮するわけでもないし、うんうん、当事者っちゃ当事者だけど、でもこうバックネットからゆっくり見れるっていうので、なるほど、考えそういう時はあのもう本当プレー以外見てました、ずっと。はあ、歩いてる時とかどういう声かけしてるかなとか、あ、なるほど、一球一球
に対してのその、あ、何でしょう、スプリットステップみたいな、こう、はいはいはい、ちゃんとこう、ゼロ褒めを切ってるかなとか、なるほどね、すごい細かいところですけど、あ、っていうところも多分、今話した下半身の動きも絶対つながるのかなっていう。そうだね。はい、確かに、そうするともう無限に楽しめるね。そうですね。なので、一旦下半身の動きと、あとその、プレー以外の動きっていうのだけでもこうその選手についてずっと見てて言語化するだけでも、はいはい、うまい下手って多分出てくるかなっていう。 なるほどね。まああとこれから伸びてくるかどうかとかね。そうですね。なるほどね。いや面白、今日は分厚かったな。いや、よかったわ。いや、ありがとう。明日気をつけて帰ってきてください。また、今度やりましょうか、がっつり。ぜひ。うん。いや、勉強になったわ。よく寝れます、今日は。はい、ありがとうございます。清水さんもね、ありがとうございました。ゆきかさんはね、あの途中退出されましたけど、ゆきかさんも来てくださって、なんか良かったですね。いやー、なんかもう一回新しい風入ってきたんで楽しんでいきたいなと思います。ではまた月曜日から頑張っていきましょう。はい、じゃあねー。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん。